大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ落とすと置きます。なんか適当に、すごい、はい、カイロみたいそうですね。いやでもホットストーブ結構好きです。はい、うん、お腹と手のひらあったかいとだいぶ、うん、気持ち的にも ね、 ね、体も温まりますからね。あったかい、うん、あ、首も冷えてるわそうですね。クリーム塗ってきますね。はい、お顔幅左の方がありますね。え、これは歪み？そうですね、ま、本当ですか、はい、そんなまで出るんですね、すごい、うん、頬骨の高さも、うん、だから右の方が下なんですよね、うん、左の方が上がってるんですよね。触ると思いませんか？そう言われるとそうです、うんうん、こうなってる体が、うん、顔が顔が、うんうん、顔が左の方が頬骨高いですね、うん、で厚みがこっちの方があって、うん、要するに 顔幅が左の方が大きい、右の方が細いっていうのがありますね。あー、すごい気持ちいい気持ちいいですか、はい、あリンパの3分の2が左のリンパに流れるんですよね。左の鎖骨の方に流れる。こっちは3分の1なんで、こっち側の方が大事なんですね。もうめっちゃ気持ちいいです。胸のとこにも、はい、こう心臓の方に流すっていう、へみたいですね、硬いですね。
ひどい時に比べたらマシでしょうけど、でも硬いでしょう。うん、はあの 8割がとは残ってる感じですね。見てください、ね、はい、首の後ろ伸ばしますね。はい、はい、伸びてますか。大丈夫です、はい、痛いですねここ。うん、でも気持ちいいですよ。はい、うん、上がりますね、あこか。あ、これまずいんですね。良くないですね。うーん。
これで合ってきた。ほぼね合ってきましたね、うん、高さ。顔の幅も合ってきましたね。うーん、歪みだけでそうなっちゃうんですね。うん、波出ますね、顔もね。気持ちいいけどね、はい、痛っ。ね、ちょっと響くっていうか、うん、ちょっとね、面倒だと思うんですけど、大丈夫ですかね。うん、大丈夫です。でもいますね、うん、そこに、悪者が。硬いですね。これちょっとなかなか押してるだけだと取りにくいと思うので、うん、腕をちょっとよろしいですか。はい、あ、ごめんなさい、これ取りますね。置いといて、すいません、置いといて。こっちに巻きますね。うん、これ今どこかお辛いとかありますか。ないです、ないです。うん、はい、もう一個の手ちょっといいですか、打ってもらって、顎が上がらなくなっていますね。あ、そうですか。はい、あ、はい、
ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。